ノモスとは古代エジプトの行政的かつ社会的な地域単位であり現代の県や軍に相当するものである。古代エジプト語ではセパトと呼ばれた。この語は本来地区という意味の語であった。セパトを表すヒエログリフは灌溉用水路を表す格子上の象形である。このことはその起源が濃厚と密接に関係していたことを示す。 行政単位であるノモスがいつ頃エジプトに成立したかについては論争がある。一つは、セム王朝時代から存在していたとするもので、もう一つは、エジプト統一王朝の成立以後とする見解であり、結論は出ていない。ノモスの存在を示す、最も古い確実な証拠は、ジェセル王のピラミッドにあったノモス名と支配者の称号であり、これによって、 第三王朝時代には存在していたことが確実である。また、ノモスの表彰と見られる図表は、先王朝時代や第一王朝時代のものも見られるが、実際にノモスと関連するかどうかは確定的ではない。少なくても第一王朝時代には成立していたとされる。ノモスが1王朝時代に成立したとする場合、その起源は灌えシステムや土木作業、祭礼などを 共同管理する地域共同体がノモスの原型であるとされる。この場合、ノモスは部族国家ないし主張国家のような地域国家を源流として持ち、そのような地域国家が統合と分裂を繰り返す中で地域的な統合体が成立したとする。一方で統一王朝以後に成立したとする説はノモスが王朝成立以後に行政目的で発生した政治的な産物であると、 する。この場合のモスは、中央集権体制における、行政地域、地方行政単位として発生したものであるとされる。各ノモスには、表彰と守護神があった。表彰は各ノモス独自の象徴であり、ノモスはその表彰の形から、ノウサギ州、トキ州といった名前で呼ばれた。守護神は、原始的信仰、専属用、自然崇拝等を基礎としてある。 小規模な共同体単位のアニミズム的な神として発生した。この神が近隣の町ゆうまで勢力を拡大すると、それがノモスの守護神となっていった。古谷屋はノモスの領域は守護神という理念的概念でイメージ化された象徴的な空間であろうとしており、ノモスと守護神に対する信仰の関わりは極めて重要であったと考えられている。 各ノモスの守護神にちなんだ聖獣があり、プルタルコスは、各地域民は自分たちの動物を守り、その動物に傷をつけられれば大いに起こったと証言しており、守護神信仰が広くノモス住民のアイデンティティと密接に関連していたことを把握できる。守護神に対する信仰と密接に関係する各ノモスの表彰は地域的な特性が強く現れ、 ゲエジプトのノモスには牛をかたどった表彰が数多く見られる一方、上エジプトのノモスでは全く見られず、国境地帯のノモスでは武器をかたどったものが多いなど、ノモス自体の歴史や特徴を物語るものとなっている。ノモスの長官のマルコスは日本語では一般的に宗教と訳され、場合によっては知事などの語で言及される。この宗教は一般にノモス内における農政、行政、 治安維持等を司っていた。しかし、核ノモスの内政の実態についてわかっていることは、ほとんどない。また、三千年にもわたる歴史の中では当然、その位置づけや権限、存在意義は変化した。プトレ・マイオス朝時代の就航に相当する地位は、王国時代の後半に現れる。前段階として、第四王朝時代の上、エジプトでは、ノモスの長官 SP、トイヤ、 委任監督官ア意味 RWPWT などの称号が見られ、ゲイエジプトでは、教会監視官ミスター、王領の長官 WT、トンなどの称号があった。初期の時代には強力な中央集権のもとで王族の一員や王の信任厚い交換が交代で複数のノモスの姿勢を行っていたとみられる。第五朝時代にも、後半に地方行政に これらの地方行政担当管理は次第に管轄するノモスに居住するようになり首都メンフィスに建造していた墳墓を自分の居住地に建設するようになった。それと並行して複数のノモスを管理していた地方行政担当官は次第に単独のノモスのみを司るようになり第六王朝時代には就公にほぼ対応する称号零々レレノモスの大総督派。 tpn-00 が現れた。同時に、宗教の地位は世襲化し、在地豪族化した、宗教は、中央権力の弱体化に伴い自立勢力と化していった。こうして第一中間期には、強大な宗教たちが新たな王朝を築き派を争った。分裂したエジプトは、テーベの宗教の一族によって再統一され、その統一王朝は中央国と呼ばれている。 中央国時代前半には分裂の時代に勢力を蓄えた各地の修行たちの力はなお強大であり、彼らは大規模な墳墓を残している。このような状況から第十二王朝の時代は修行の時代とも評される。中央国の異牲者たちは修行の勢力削減を目指したようであり、地方行政機構の改革が行われた。これによってエジプト全土が北部メートルトン、 南部、RST、南端部、TPRS の3地域に分割され、それぞれを運営する行政官 WRTW が配置された。また、核ノモスは都市に基盤を持つ市長派手によって統括されるようになり、最終的には皇王国以来の就航の地位は事実上廃止された。中央国の後、エジプトの行政区分は上下エジプトという伝統的なものに戻された。 クノモスの領域については、明瞭な境界は不明である。第十二王朝前期にはほぼ行政界が明確に規定されたが、行政改革やナイル川の反乱によって変動を繰り返した。クノモス間での土地争いが絶えず、この時代には国王自らが宗教紛争の解決のために、たびたび奔走している。また、ノモスの位置については、上エジプトのノモスについては、 相対的にはむねはっきりしているのに対し、反乱による水没域が広く地形の変動が激しいしも、エジプトについては不明点が多い。一般的にノモスの地理的範囲は上、エジプトではナイル川の片側、もしくは両側に広がる反乱源であり、下エジプトはナイル川の支流、砂漠、海によって区切られた境域であった。その大きさは長さにして、 おおむね3 0トルから4 0トル程度に収まる徒歩でも一日で行動可能な範囲で構成された。これが当時の穀物備蓄や農作物の市場にとっての経済的距離でもあったと想定される。ノモスの数は古い時代にははっきりせず、最終的な上、エジプト22、下エジプト20という区分けが体系化され、 確定したのは新王国時代末期であると推定されている。ノモスの位置。特にしもエジプトについては未確定の要素が大きいことに注意。メンフィスの南が上エジプト、北が下エジプト。現代エジプト学では核ノモスは一般的に番号によって言及されるが、核ノモスには固有の名前も存在した。いかに、 プトレマイオス朝時代のノモスの番号と名称を記す。原則として参考文献、古代王権の誕生産中央アジア、西アジア、北、アフリカ編の記述によった。なお、古代エジプト語名については復元形の差異が激しいことを復元する。ありがとうございます。